おい、アル、武装をどうだかしてるの？まだ終わらないかよ。あともう少しだ。それまで辛抱しろ。本当に頼むぜ。やられちまったら元も子もないんだからな。今のを食らってまだ動けるのであるか。ふん、頑丈さだけが取り柄のロボットなど著しく美学に欠けるのである。やはりロボットは繊細かつダイナミックに。そう、例えば我が輩の赤いロボのやつに、サイエンス is art、 サイエンス is beautiful。ではさらなる芸術の境地にご案内しよう。 OK、 Welcome。
落ち着かせて。司令、このままではいくらデモンベインとはいえ。さっきまでの威勢の良さはどこへ行ったのであるか。所詮は貴様も口だけであるな。少しは骨があると思ったが、くだらん、実にくだらんのである。貴様も他の連中同様、震えながらやかましく鳴く豚に過ぎんのである。ブタマだな。大十字クロー、さあこれでとどめである。ここまでか。何？大丈夫でございますか、司令。大丈夫。それよりデモンベインを。承知しております。すぐに回収班を向かわせます。加えて破壊ロボへの牽制として施設群一個中隊を。モニター回復します。
その、デモンベイン、健在です。無様でいいじゃねえか。バカな。でいいじゃねえか。信じられ、いくら特殊合金ヒヒイロカネっちゅうてもこんだけの強度は得られへん。何者だ彼。大中寺クロ。それに最後に勝てばいいんだよ。無様もさらせねえ負け犬が一丁前に吠えてるんじゃねえ。そんな何なのであるか。このロボットは我が輩の無敵ロボと何が違うというのである。またしても我が輩が破れるだと。そんなことが許されてなるものか。待たせたな、クロ。あれ。どうした。何が起こっているのである。アトラックになっちゃうの。そう、これぞ捕縛結界呪法アトラックナチャ。魔導書アルアジの呪法兵装をデモンベインでも流用できるよう術式を編纂したのだよ。それでさっきからこれがどういう意味だかわかるか。つまりわらわが欠けた断片を取り戻すことに。そうか、デモンベインもどんどんパワーアップする。そうだ、わらわはこの魔導者アルアジフを信じよう。我が主、我が誇りにかけて断言しよう。なればまだまだ強くなる。行け、とどめだ。おうで、そう言われてもどうすれば。リバイブス以後、フリティアス。え？
小娘か。お姫様、あ、いや、これはその、その話は後ですが、今のものを破壊力を処分することを考えてください。あなた方に今からデモンベインの起動システムについて説明します。では速やかに事態を収拾してください、オーバー。勘違いしないように、これ以上戦闘が長引くよりこうした方が得策だと臨機応変に判断したまでです。はい。終了。これか。つくづくこやつは面白いデスマヒナだな。試してみようではないか。準備は良いか。お、
心力のベクトルを操作し、重力制御を駆使することで。あんな感性をねじ曲げたような超機能を可能にするんや。なんなのであるか、あの非常識な軌道は。こんなことができるはずが。それだけのエネルギーを敵に直接叩き込めばどうなることか。そうや、こいつもまたデモンベイン近接粉砕呪法、その名もアトランティスストライク。覚えておけ、ブラックロッジ。てめえらこの俺とアルが一匹残らず根こそぎぶっ潰してやる。海鮮ののろしだ。目ん玉ひん向いてしっかり見やがれ。敵機完全沈黙。でも、あのシステムをいきなりであれだけ使いこなせるなんて、えらくごっつい連中ですな。確かに、今回の戦果は評価しないわけにはまいりませんね。ですが。だが、私はまだ君たちを認めはしない。メタ殿、見ていたのか。ああ、とりあえずは見事だと言っておく。それでも、君たちの能力を手放しに評価できるわけではない。ふん、偏屈なやつだ。まあ、慣れなど知ったことではないがな。戦うのはクロウの意志。ならば、クロウの価値はわらわが決めよう。人の世界の枠組みから出られぬ矮小なナンジラの出る幕など鼻からないわ。ブラックロッジと戦うのは大十字クロ。君はまだ甘すぎる。例えば、うわメタドロン。
キャツミ、脱出しておったのか。大十字クロアルアジフ、今日のところは黙って引き下がるのである。どうが、しかしこんなもんが我が輩の実力であると侮ってもらっては困りんこ。次こそは貴様らのデモンベインを粉々にぶち壊してやるのである。ちくしょう。このような油断は通用しない。確かにまだまだかもしんねえけどさ。あんただって生まれたその日からヒーローだったわけじゃねえだろ。俺はもっと強くなる。強くなってあいつらを倒す。それが多分なんと話に俺の心を蝕んでいた虚しさを止めるただ一つの方法なんだ。どうして君はそうまでしてまっすぐに戦おうとするのだ。メタトロンは自分以外の誰かを戦わせたくないのか。さあな、知らんよ。それに知ったところでどうする。なれはもう決意したのだろう。あ、そうだな。
一体何してやがる。やあ、なんだ苦労か。なぜ赤くなる？病気だ。そういうことにしとけ。横島な妄想を抱いたのではあるまいな。んなことよりなんだよこの玉は。納涼ゼリーぶっかけ大収穫祭か何かか。夏だか秋だか季節が微妙な祭りだな。それはアイダホあたりの風習だ。そうか。とにかく何の真似だよこれは。ふむ、手なずけるのに少々苦戦してな。まあよい、慣れにも紹介しよう。ショゴスという、もともとは古の者の奴隷だった種族だが、ほら、男性に挨拶しろ。ジケリン、ご親切にどうも。で、なんでこんなもんを連れ込んだのよ。そう、そのことについてだが、この家にはベッドがない。ソファーで寝るのに慣れちまったからな。ここんとこずっとお前に占拠されっぱなしだが。わらわは繊細なのだ。いつまでもこんな風には寝ていられない。だったら降りろ。そこは俺の居場所だ。言われるまでもないさ。ほれ、これでようやく安眠できる。いや、マジにか。うん、羨ましいのか。だが貸さんぞ。むしろこっちから全力で断る。やれやれ。